ご紹介に預かりました竹内でございます。早速でございますが、もう中身の方に入らせていただきたいと思いますので、どうぞよろしく。私がですね、初めて泌尿器科を訪ねましたのは2004年の10月のことなんですね。前立腺がん体験、まあ、こういうタイトルですけれども、これで始めさせていただきたいと思います。私が泌尿器科を訪れたのはですね、自覚症状があったためなんですね。まあ、尿線が細いとか頻尿切迫感、こういったものもありました。で、念のために血液検査をしておこうという話になりまして、その結果が出てきました。で、結果がですね、まあ、いきなりなんですけど PSA イコール147と、まあ、こういう値だったわけですね。お医者さんも多分内心自分でもちょっとびっくりされたんでしょう。あんまり多くのことをかぶ説明していただけないままですね、私はそのまま家に帰って PSA どんな意味かいうのをずっと調べたんですよね。まあ、そうしましたら、まあ、先ほどもちょっとご説明がありましたけど、もう100を超えておればですね、もうがんというものはこれはもうまず間違いなく、自分でこう調べた結果ではですね、転移も濃厚じゃないかと、まあ、こんなことが分かってきたわけなんですよ。まあ、それでですね、調べた結果、どうも自分ではこれはだいぶかなり進んでるがんだなと、そういう具合にこう思い込みましてですね、ちょっとまあ恐怖心も湧いてきたと、まあ、そういう状態だったわけですね。で、あと生検とか画像検査のが引き続いて行われたわけですけれども、まあ、それもですね、まあ、順番にこう全部終わりまして、いよいよ告知ということになるわけなんです。で、その時に言われましたのがね、私の場合はまあ10本ほどサンプリング取ったわけなんですけど、もう10本全部ががん細胞が見つかったと。で、グリーソンスコアという話があるんですね。これ12数字が近いほど悪性なんですけど、私の場合はもう9ですから、あなたの場合かなり悪性だと。で、浸潤もあったということなんです。で、ただしですね、ちょっと助かったのは転移というのが見つかれなかった。まあ、これでホッとしたわけなんですけど、で、あなたの場合は病気は C と D の間ぐらいでしょうと、まあ、こういう説明をしていただきました。で、この時に言われたのがですね、もはやあなたの場合やっぱり手術ちょっと難しいですねと、おすすめはホルモン療法ですよと、こう言われたんですね。で、まあ、ちょっと待っていただきたいということでですね、ともかく一遍セカンドオピニオンを受けさせてほしいということで、自分でセカンドオピニオンの病院を探してまいりました。だいぶ大きな病院を訪ねていったつもりなんですけど、まあ、ここで言われたのがですね、あなたの場合はちょっと悪条件が揃いすぎてますねと。で、転移がないというお話だけれども、微小転移というものは画像には映りませんからねと、こう言われてしまったんですよ。で、ここの先生がおっしゃったのが、5年生存率は2割ぐらいでしょう。まあ、セカンドオピニオンでこう言われたもんでね、ちょっとがっくり来てしまったんですけど、あとはどうしたらいいものかということでね、ちょっと途方に暮れて、ずっとインターネットにすがりつくと、まあ、そういう日々が続きました。で、まあ、ようやくですね、C 病院、こういうところを見つけてきたんですね。で、ここは前立腺がん専門外来のをやっておられましてですね、泌尿器科の先生と、それから放射線治療の先生、まあ、これがご一緒に見てくださるということだったんで、まあ、訪ねていったわけですよ。で、そうしますとですね、ここではですね、あなたのように病気 C、 これまあ T 分類でいうと T3 なわけですけど、まあ、やっぱり放射線治療ですねと。で、うちでは IMRT と、まあ、こんな治療法をやってますけれども、これでやっていただくとあなたの場合根治率が 50% ぐらい見込めますねと、こんな話だったんですよ。で、と思うんですよね。はじめ5年生存率2割と言われて、今度半分治ると言われて、まあ、この違いは一体何なんということだったんですけど、まあ、いろいろお聞きしましてですね、まあ、根治率5割と言われて、せっかく言っていただいてるんだから、まあ、こっちもですね、結構もうのぼせやがったと言いますか、まあ、これだったら儲けもんだというもんで、まあ、気分としましてはまあこんな感じだったわけですよ。まあ、半ば有頂天と言いますかね。で、よろしくお願いしますということで、この C 病院というところでお世話になることになりました。で、実際の治療はですね、5ヶ月間ほどホルモン療法を受けまして、その後この IMRT という放射線治療を受けたわけです。この写真本人です。
その後の経緯がどうなったかといいますとですね、PSA はじめ150ぐらいあったのがですね、ホルモン療法開始とともにこのようにドドッとこう下がってくるわけですよね。で PSA が1を切るぐらいまで一旦下がるんですけれども、まあ、ホルモン療法を終えると同時にですね、今度反発して PSA が一遍ピョッと上がるわけです。ただここでですね、IMRT という放射線治療の効果が現れて、PSA がずっと頭打ちになって下がってきたと。まあ、これでちょっとホッとしたわけですけど、あとずっとですね、デコボコデコボコしながらですね、まあ、今も7年少々経ったんですけれども、まあ、長い長期的な目でゆっくり見ればですね、やっぱり緩い右肩上がりで、まあ再発のラインというのがこの赤線だと一応言われてるんですけど、今まあずっとそれに長い目では近づきつつあると、まあ、そういうのが現状ですね。で、まあ、私の体験としましてはですね、まあ、ざっと以上のようなことなんですけど、まあ、これからあとはですね、私が治療を受けて、まあ、いろいろ気づいたこと、まあ、そういったことをちょっとお話しさせていただきたい、まあ、このように思っております。前立腺がんと告げられてですね、非常に慌てる方が多いんですけれどもね、まずは焦らず落ち着いてと、まあ、これが大事じゃないかと思うんですね。で前立腺というものは、まあ、がん細胞はみんなそうなんですけど、見つかったら大当てするんだけれども、昨日今日がん細胞が体に住み着いたわけじゃなくしてですね、まあ、少なくとも10年以上、ひょっとすると20年も前から自分と付き合ってるのががん細胞なわけですよ。だから急に慌てても一緒なわけですね。じっくり考えていただきたいと。で前立腺がんというのは、まあ、外して成長がゆっくりですから、まあ、慌てる必要は少しもないと。対応を考える時間は十分あるということですね。あとお話にもちょっとあったと思うんですけど、限局がんというのはほとんどみんな治ります。でただしですね、私のように T3 といいますかね、局所進行がんだったらある程度これ治療法限られてきます。まあ、私はですね、当時は放射線治療というのがあんまりおすすめじゃなかったのでみんな言ってくれなかったわけなんですけど、今は放射線治療で治るというのが大体普通に言われるようになってきました。でおすすめしたいのは T さんの場合だったらやっぱり放射線治療でしょうと、まあ、ホルモン療法が併用になると思うんですけど、まあ、これが一番おすすめじゃないかと思いますね。あとですね、まあ、適応を知るといいますか、まあ、前立腺がんのことをよく調べなければいけないわけですけど、まあ、一番最初はですね、担当の医師がいろいろ説明してくださいますよね。まずそれをじっくり聞くことから話が始まると思うんです。で質問があればやっぱりちゃんと全部先生にお尋ねすると、これが一番最初だと思うんですね。あと自分の手でですね、まあ、私の場合はインターネットが使えましたんで全部インターネットでいろいろ調べまくったわけですけれども、今がん情報サービスというのがこれ国立がん研究センター、ここが提供しています。でただしですね、ここはまあちょっと説明の内容がもの大雑把というかうっと少ないんですよ、非常に量が。まあ、例えばですね、骨転移についてというと、もうほんの 1,2 行あるかどうかです。あっさり流していて詳しいことは何も書いてない。ただですね、私がこの病気を患って以降ずっとインターネットでそういう、まあ、解説といいますか、そういうページを立ち上げてご説明していることがありますので、例えば専用ネットというページで、前立腺がんガイドブックというのを上げてますけど、まあ、ここ見ていただいたらですね、まあ、こう例えばですけど国立がん骨転移だけでも、まあ、A4 のページにしても6ページ7ページ分ぐらいずっといろいろ書いてますので、詳しいことが分かると思います。あと書籍で調べる、まあ、これ気をつけていただきたいのはですね、非常に古い情報が多いんですね。でなるべく新しい本を、まあ、見つけていただきたいと、まあ、一つ二つ例を挙げてます。それから前立腺がんはね、病状を把握するのに3要素があると思うんですよ。で PSA、グリーソンスコア、病気、この3つをですね、これどうしても必要ですんで、まあ、患者さんだったらこの3つはですね、聞かれたら自分の数値がどのぐらいかすぐ言えるように皆さん必ずしていただきたいんですね。で今もっと重要になってきてるのがですね、昔はこの病気だけでだいたい病状を判断して治療法を決めることが多かったんですけれども、最近はですね、このリスク分類というのを結構重視するようになってきました。
でそのリスク分類もですね、ちょっと今日説明にもあったんですけれども、表が出てきたりして非常に分かりにくいんです。で患者さんでも分かりやすいようにというのをですね、私の方でもいろいろ説明をサイトでしてるんですけど、今日その触りだけをちょっとご説明しておきたいと思いますね。まあ、限局性がんには低中高リスクとあって、局所進行がんはだいたい超高リスクに分類されてます。これは前立腺がん診療ガイドラインの一番新しい分によるんですけど、で転移がんはもう別格ということになってますね。でこのサイコロです、これ何かと言いますとですね、先ほど申し上げた PSA グリソンスコア病気、この3つをですね、この立体的に3方向に取ってるわけですよね。でサイコロの一番手前がリスクが少ない、遠くへ行くほどリスクは遠いと。で3要素それぞれにですね、1つずつに低中高と3つリスクがありますから、全部でサイコロの数といいますか 3×3×3 で27通りのケースがあるわけなんですね。でこの27通りをですね、最終的に低中高リスクに分類しているわけなんです。でその分類した結果はですね、全てが低リスクの場合がこの緑色の、低リスク群になると。これがトータルとしての前立腺がんの判断ですね。でどれか一つでも高リスクだったらこの赤い形の高リスクの分類になる。で中リスクというのはその残りだと、このように覚えていただくとですね、非常に覚えやすいと思うんですね。だからこれをちょっとイメージしていただいて、でそれぞれの境目はですね、これ分類の仕方によって少し違います。これはガイドラインによってます。で話がちょっとまた変わりますが、日米事情ですね、前立腺がんの。で手術対放射線の比率といいますのが、ごくごく大雑把に言いますとですね、日本では手術が7対3で多いんですね。アメリカでは逆に放射線の方が同じように3対7ですけど、放射線が多いわけなんです。で3対7の比率になってるんですけれども、米国ではその手術のうち、手術が3だとしまして、そのうちの8割強というのがもうロボット手術になってますね。そういう事情があります。それとですね、あと神経温存手術というのがあるんですけど、これは性機能を温存する手術、米国というのは基本的にそれがもう標準なんですね。神経温存はすべきものだと。で、できない方にはそのできない理由を説明して、患者さんにあなたの場合はこれこれだからできませんと、これが米国のやり方なんですけれども、日本ではそれがオプションになってます。もうそれもひっくるめて全部取ってしまう全摘手術が大体標準で、あと患者さんのご希望を、神経温存しておきたい人は聞いてですね、できる方だけに神経温存すると、そういう流れになっています。あと PSA 検診の普及率、これ先ほどの先生の説明と少し数字が違うんですけど、日本は2割弱1割台だと言われてますね。で米国ではもう8割強、これ先ほど7割ぐらいという説明が出ておりましたが、ちょっと数字が狂ってますが、これぐらい大きく検診率の差というものがあると。それからですね、専門医の意見に影響されやすい、こういう話もしておきます。ASCOというこれ学会があるんですけど、そこで発表されたことですね。患者さんにですね、泌尿器科の先生の意見のみを聞いていただいた場合と、それから泌尿器科の先生のほかにですね、放射線治療医の説明も聞いてもらった場合、これでそれぞれ患者さんの選択がどう変わるかということなんですね。で70歳未満の方とこれ分けてますけど、アメリカではですね、大体70を境に放射線手術ができるできないという、その境目になっているわけなんです。そうしましたら、アメリカでは泌尿器科の先生のだけの説明を聞いたら、70歳未満の方はほとんどがやっぱり7割が手術を選択なさると。でホルモン療法を選ばれる方が9割もおられると。これは70歳以上の方ですけど、でこれに放射線治療の説明も一緒に聞いた場合は、もう全年齢関係なくですね、放射線治療を選ばれる方が8割もおられるんです。これも大違いなんですね。だからこの辺もですね、あるもので、私がちょっとぜひ強調しておきたいのはですね、やっぱりセカンドオピニオンいうのは必須だろうと。でこれは複数回でも遠慮はいらないと思うんですよ。セカンドだから2番目だけだろうという必要はなくて、3回でも4回でもいいと思うんです。でちょっと注意をしていただきたいのはですね、
2回目 のセカンドオピニオンを受けるのに、その病院がですね、まあこれなかなかすぐに分かるかどうかは別なんですけど、同じ大学系列の病院であることもあるんですよね。まあ、そうしましたら大体考え方も2回やってますので、せっかく2回目を訪ねていってもですね、やっぱり同じようなことを言われるケースがあると。同じ行くならですね、やっぱりこう大学系列も違う病院とか思い切って全く変えて、泌尿器科の次は放射線治療の先生に直接話を聞くとか、まあ、そういう具合にですね、ちょっとこう方向性を変える必要があるだろうと。あと注意事項のもう一つはですね、放射線治療に限らず治療法というのはいろいろたくさんあるんですよね。でも一つの病院でその治療法を全部やっておられるところは、これはもうなかなかありませんので、自分が例えば小宣言療法をどうかなと思ってるとか、そういう心づもりがあるときにですね、どこでもいいから言って訪ねていっても、それをやってない病院もたくさんあるわけです。だからある程度方向性を絞って、どういう治療法をおやりの病院会のある程度調べて、まあ、その上でいくと、まあ、これが必要じゃないかと、このように思いますね。まあ、失礼、戻りましたね。でこれはもう一つ別なんですけど、これサードオピニオンじゃなしにですね、サイドオピニオンと言ってます。患者が、ちょっと横からですね、まあ、解説をすると、まあ、ピアサポートとも言ってるんですけど、まあ、例えばキャンサネットジャパンのがん情報ステーションというところがあるんですけれども、これ大阪事務所ではですね、前立腺がん相談室がございまして、これまあ私が一応ご相談に乗っております。だから患者に話を聞くというのも、まあ、あの別の角度でちょっと説明が聞けるので、それはそれでもまあやってみる価値、迷っておられる方にはある程度お役に立てるんじゃないかなと、そのように思ってますね。それとこれは個人で立ち上げているインターネットの掲示板もございます。私はハンドルネームひげの父さんと言いますけれども、それで検索していただければですね、掲示板では適宜質疑応答といいますか、そういうこともやらせていただいてますので、まあ、ご利用いただければ結構だと思います。あと、まあ、洗礼を知る、これも大事だと思うんですけど、まあ、医学的根拠というのは非常に大事なんですけれども、医学的根拠だけではですね、メンタルサポートというのはやっぱりしてくれないわけですよね。で共感も得にくい、まあ、そういうのがありますんで、どうしてもですね、まあ、体験記とか闘病記に頼るんですけれども、まあ、それもインターネットとか本を見れば分かりますけれども、一つちょっとお勧めしておきたいのはですね、同じ体験記でも患者さんが50人ほど寄って自分の体験をお話しされている動画のデータベースがあるんですね。で患者さん50人がですね、全部その長い物語をずっとお話しされるのを聞くんじゃなくして、そのテーマごとに短い単位でプツンプツンと動画が切れてるわけですよ。でそのテーマごとにですね、検索したければ、そのテーマに合った話が複数の患者さんの分がさっさっさと出てきますので、それはそれでまた役に立つと思います。これはがん患者の語りとか、そういうことで引いていただければすぐに出てくると思います。リペックスジャパンという NPO さんがやっておられます。あと前立腺がんとの治療法じゃなくして、これはまあ患者としての対治法なんですけど、まあ、一つはですね、敵の殲滅を狙って総攻撃をかける、まあ、これは手術とか放射線がこれに当たると思うんですけど、まあ、それ以外に兵糧攻めですね、持久戦、まあ、時には敵との和解も必要だろうと、まあ、こういう具合に思います。あと動かざること山のごとしといいますかね、まあ、こういう考え方もあるんですよね。まあ、いろいろな方法があると思います。ただちょっと忘れてはならないのが、こういう具合に敵を攻めればですね、必ず犠牲がつきもんだということですね、自分の体にも。だからがんでうろたえるのは一時だけれども、まあ、せいぜい数ヶ月から1年だと思います。でも後で、私もそうですけど、振り返ってよく考えてみればですね、がんが一応治療を終えてから後の期間の方が非常に長いわけなんですよ。で副作用とかそういう障害を自分が抱えたら、ことによるとそれを一生抱えて生きていく、あと残りの人生をずっと一生生きていく場合もありますので、その辺の重さをですね、じっくりよく考えていただきたい、まあ、そのように思いますね。あと治療法は全てお医者さん任せでよいのかという話なんですけど、お医者さんというのはやっぱり患者の内面といいますかね、その患者の自分の物語、その個人個人の物語とはなかなかこう見えてこないもんなんですね。だからまたですね、万人に適した治療法がないというのも、これも事実ですから、
やっぱり患者というのはですね、そういうお医者さんからの話を総合的に判断して決めるのは自分自身だということですね。自分の生き方、その辺とよく絡み合わせて、治療方針を決めていただきたい。あとですね、転移再発がん、これはなかなかですね、自分自身を納得させるというのが難しい面はあろうかと思うんですが、私はですね、限界を見極める言いますかね、医療方法自体はいろいろ調べる努力にはもちろんいるんだけれども、よくよく考えればですね、落ち着いてやっぱり自分自身の限界を見極めて心の落ち着きを考える方法を考えると、これが非常に大事なことだと思っておりまして、遅かれ早かれ誰でも知ると、100年後にはここにいらっしゃる方、どなたもいらっしゃらないの、これはもう皆どなたでも納得だと思うんですけれども、そういうことを含めてですね、いろいろ考えていく必要があるだろうと、たとえ世界が明日終わろうと私はリンゴの木を植えると、こうおっしゃった方もおられます。ルターだという説なんですけど、あと私自身もそうなんですけど、何かこう自分の胸に染みて心に響くような言葉ですね、そういうものをずっと追っかけるという、こういう努力もしていきたいなと思っております。最後にですね、静穏の祈りという詩だけ紹介させてください。どうか私に与えてください。変えられないものを受け入れる落ち着きと、変えられるものを変える勇気を、そしてそれらを見分ける賢さ、こういうことでございました。私の話以上で終わらせていただきます。竹内さん、本当にありがとうございました。とても貴重な体験談だったと存じます。まず焦らず落ち着いて、そして、自分でしっかり調べるということで、いかにセカンドオピニオン、あるいはピアサポート、サイドオピニオンの重要性について皆さんお分かりになったかと存じます。